クレードルとは、主に携帯電話をはじめとする携帯情報機器を直接 USB 等の規格コネクター類に接続することなく充電やデータ転送、あるいは拡張を行う拡張機器。英語のクレードルに由来。一般に、携帯電話、PDA、携帯音楽プレイヤー機器、大型のものになると、ノートパソコンなどに対しても用いられるが、ノートパソコン用のものは、 ドッキングステーション、ポートリプリケータなどと呼び、区別される。単に充電機能のみのものを卓上ホルダなどと呼ぶ。JBL 社製の iPod、ドッキングステーション携帯電話やノートパソコンは、種類によっては頻繁にデータの同期や、あるいは充電を要するものがあり、その際の接続の手間を最小限に留めるために、クレードルを標準で設定したり、 あるいはオプションで設定する製品がある。これらを使用する利点として、セットするだけでデータの同期ができ、また機器によってはクレードルに USB 等の拡張ポートを備え、機器をセットした段階で、あらかじめ接続しておいたキーボードが使えるようになるといったことも可能である。また、ノートパソコン用の大型クレードルの中にはそれ、自体に高額メディアドライブや、 フロッピーディスクドライブが装備されているものも存在する。詳しくはドックを参照。アステル PHS 端末の充電台データ転送機能や拡張ポートを持たないものを一般に卓上ホルダーと称する。主に携帯電話や PHS、コードレス電話、無線機等の充電用途に用いられ、いずれも頻繁な充電を必要とする機器である。特に携帯電話においては、 充電用途に外部接続端子を用いた結果破損に至る例が見られ、また近年は防水機能の実装などで頻繁な外部接続端子の利用は本体機能を損ねる可能性があるため、携帯電話各社はこれらのオプション商品を購入、利用することを推奨している。ありがとうございます。